どうもどうぞ、プラビットのたっちゃんと、はっちゃんと、まっちゃんです。ひとし。ということで、今回は、はい、同様、さっちゃんに関する都市伝説をやっていきたいと思います。それでたっちゃん、そうです。ああ、俺、いきなり絞れたかと思ったわ、いきなり。あ、たっちゃんのたっちゃん、たっちゃんの。たっちゃんのたっちゃんのたっちゃん。たっちゃんのたっちゃんがたっちゃんだよ。さっちゃん、わかりますか？いや、俺、ぶっちゃけわかんないんだよ。歌はわかるけど。ああ。さっちゃん、わか、歌えます？うん。歌ってみて。なんかさっちゃんはね、うん、さっちゃんって言うんだよ、本当はね。うん、あらよっと。だけど、ちっちゃいから、自分の子とさっちゃんって言うんだよ。嬉しいね、さっちゃんって終わっちゃったじゃん。嬉しいねの段階でさっちゃんじゃん。足りてなかったよ、メロディーが。難しいな。まあそんな感じでしょ。でもまあそうだね。じゃあタイガ、ちょっと惜しい。惜しかった。惜しい、ほぼ合ってるけど、タイガ歌ってみて。あ、ザジョン。いや、おかしい。これってこれないじゃん。あ、ザジョン。そこの癖がすごいね。なんでグーで。で、まあ惜しいですね、はい、歌ってみますね、はい、さっちゃんはね、はい、サチコって言うんだ本当はね、だけどちっちゃいから自分のことをサッちゃんって呼ぶんだよ、おかしいなサッちゃん。これが正解です。それそれそれ、俺それがやりたかった。これが、はいはい、1番です。うん、嘘。2番、はい、フルあんの。これフルあります。ラインミュージックある。ラインミュージック配信されてます。マジ？俺ショートバージョンの PV しか見たことない。そうでしょ。2番いきます。サッちゃんはね、まるまるが大好き本当だよ、だけどちっちゃいからまるまるを半分しか食べられないの、かわいそうねさっちゃん。え、何さあ、このまるまるに。何何、いきなりクイズ始まるの、これ。はい、何でしょう。え、食べ物。食べ物です。はい。え、怖いよ。うん、怖くはないですね。え、何文字ですか。3文字です。3文字。はい。でも子供の設定だもんね。子供の設定ですね。食べたいけど食べれないってこと。うん、大好きなんだけど、それをね、そのさっちゃんはちっちゃいから半分しか食べられないと。それをで、その半分しか食べられないものは何だと。確かにさっちゃんが一気にいけないってことだよね。そう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 。はいはい、スイカ。あ、確かに。でも確かにいけないですよね。丸かじりだ。いけないいけない。半分もきつい。半分もきつい。そうやな、お腹壊しちゃう。志村出てくるもん。よーいスタート。違う。違います。マジで言っていい。あ、当てに行きますか。いいですよ。サラうどん。マジで。いやいやいや、皿うどんやん。5文字やん。さあ言うてるやん。さあ、何うどんじゃないか。皿つけちゃった。やっぱその、武器怪我するの分かる。あ、口の中チクチクするから、ね、チクチクして。あれやっぱ子供だとさ、やっぱまだ歯抜けたりするから、はいはい、あそこにあんなベビースターみたいな刺さったら危ないんだよ、やっぱり。永久歯生えてこんなるかもしれない。あ、じゃあ確かにうどんじゃダメだったね、それね。違う違う、皿うどん、ね、まあこれちっちゃいに関係してるかもしれませんね、はい、正解はバナナです。え、バナナを半分しか食べられないっていう歌詞ですね。これちょっと危ないね、確かに。いや、下じゃないですよ。じゃなくてですね、はい、で、これが2番です。3番いきます、はい、あ、え。そうなんですよ。え、何番まだ。もうこのロード。いや、もうほんと10年間並みに長いですから。見てるからね、マジで。ハンケンさん、ほんとよ、ほんと見ててくれてた。この前共演させてもらったんですけど、はい、マジで見てくれてたんですよ。ちょっといじらせてくださいということでね。恐縮です。3番歌いますね、はい。目を閉じて。違う、10年間。さっちゃん、さっちゃんね。さっちゃんがね、はい、遠くへ行っちゃうって本当かな、だけどちっちゃいから僕のことを忘れてしまうんだろう、寂しいなさっちゃん。ちょっとなんか悲しいですね。転校しちゃうか。これ怖い。何、もう気づいちゃった。何、わー、弱いじゃん。気づいちゃったわー弱い。それでは聞いてください。てかちゃん、わーい。何が気づいたんですか。俺ね、最後僕っつってたの分かる。あ、はいはい。さっちゃんもさ、僕のこと忘れちゃうのかな、うん、さっちゃんって女じゃない、さっちこでしょ。だっていや、だって違いますやん。さっちゃんのことを歌ってる僕ですやん。あ、いきなり変わったってこと。お前がアホなだけやん。違う違う、もともと俯瞰で見てるってことやろ、さっちゃんも。そうですよ。あれ、何これ、1番から、何、さっちゃんをそこにいるとして、さっちゃんを、ね、いや、そうでしょ。それはうるさいな、お前。昼くらい、昼くらいまで大丈夫。AKA すな。横乗り腹立つな。だからこれ、まあ僕の部分は違います。あ、じゃあもうさっちゃんのことをこうやって見て、まあ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 、そう、だからさっちゃんに向かって僕が歌ってる。あ、じゃあ1番からそうだったんだ。はい。あ、じゃあで、これ本当に怖いのは4番なんです。何番まである。もうちょっと怖いもんね。いや、そうなんです。3番でちょっと怖いんですけど、4番じゃないの。これが4番の歌詞です。さっちゃんはね、
道路で足をなくしたよ。だからお前の足をもらいに行くんだ。あれおかしいな。あれちょっと待って、ゴロが。ちょっと待って、あれ近い。あれ待って、さっちゃんはね、はい、道路で足をなくしたよ。だからお前の足をもらいに行くんだよ。今夜だよ、さっちゃんっていうね。え？いや待って、これハマんないんだけど。お前歌ってみてじゃ、逆にはめてみて。さっちゃんはね、はい、線路で足をなくしたよ。だから、あ、ここが違うんだ。だからお前、いや、ザキヤマそうし、ザキヤマそうし、ザキヤマや。でも自転車ってなんか、自転車っていいでしょ、いいですよね。ちょっと歌ってみて、いけないな。いくよ。さっちゃんはね、線路で足をなくしたよ。だから、だからお前の足も、あ、ちょっとやめ、これちょっと、マジ、これマジ勝てる。まあ、ハマんないんですけど、はいはいはい、いや、内容は分かった。足をもらいに行くと、うん、なんでなくなっちゃったの。その事件とは、事件、とても寒く、雪の降る夜に起こりました。急に何、下校途中の桐谷幸子ちゃん14歳は踏切で遮断機が降りてきていたので急いで渡り切ろうと思い走りました。しかし雪で線路の溝が隠れていたため足が溝にはまり足をくじいてしまいました。彼女は必死で逃げようとしましたが避けきれず電車に轢かれてしまいました。体は胴のあたりでちょうどきれいに真っ二つになり普通なら即死でした。しかしあまりの寒さで血管が一時的に固まったため即死ではなく数分だけ苦しみながら生き続けることができました。彼女は腕を立てて這うように踏切の外に出ました。意識がなくなっていく中で最後まで苦しんで彼女は息を引き取りました。そして彼女は死ぬ寸前バラバラになった自分の下半身を探していたそうです。そして数年が経ちました。当時のクラスメートの男子がこの歌を面白がって作りました。さっちゃんですね。彼女はすごく怒ってやめさせましたが男子はそれを聞かず歌をどんどん広めました。しかしその3日後男子2人は足のない死体となって発見されました。え、あ、じゃあ女子は止めたんだ、やめなよって。さっちゃんの友達は、はい、なのに茶化して歌ってクソじゃん、亡くなりました。なおこの歌を歌うとさっちゃんに殺されてしまう。またこの都市伝説を聞いた人は3時間以内に5人に伝えないとただでは済まないと言われているが同じく知られていない5番を歌うと助かるという説もあります。5番まだあんのか。じゃあ何、途中からチェーンメールみたいなの懐かしくなってシドチェーンじゃん。シドチェーンは小峠のここのやつ。待って、5番の歌詞がないんだけど俺ら作んじゃないの。あ、そうですね、5番の歌詞これ多分オリジナルだ。それぞれ助かるために作っていこう。確かにいいんだ。ということで、まあその実は怖い話だったんですよっていうね。確かに。この歌が本当かどうかは分かりません、うん、さっちゃんという曲の作者が本当に全てをそのような怖い感じで書いたのかは分かりませんが、うん、実際に都市伝説として広まっているのは下半身をなくしてしまったさっちゃんの呪いの歌だったということなんです。さあ4番まで歌ってしまいました我々ノンストップラビット。5番を歌うことによってあ、除霊ですか。そうです、死を回避できるというね。確かに、まあ偶然と言いますか、はいはい、私たちミュージシャンでございますね、作曲に関しては幾度となくやってまいりました。まあでもこの場合作曲はもうされてますから。そうですね、メロディーはある状態で編曲ということでね。アレンジしてもいいってことでしょ。はい、そうですね、やっていきましょうか、はい、じゃあこのテンポで自分の思う5番を歌ってください、さっちゃんはねさーちょって言うんだよ嘘だけどね。え、これ僕なんですか。まだなんで分けるの。分けた方がおもろいんじゃない。いや、おもろいとかじゃ除霊だから真剣にやって。 あとお前ボーカリストのくせにメロディーセンスないのバレたぞ今。いや、ちょっと間違えましたね。いや、もう今のでリリースですよ。終わりじゃ。デビューですよ。いや、そんなもんですよ、芸能界なんての。難しいです。彼が行きますから。じゃあ行けんの。はい、叩いてください。さあちゃんの足のようにさあちゃん、さあちゃんの足がこれ吹きしすぎる。手拍子お願いしていいですか、
幸子って本当は最高のセラビュー。いや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 、でも戸惑うばかりね。テンポしか合ってない、テンポしか合ってない。時間だけ君の下半身になりたくて信じているの、僕の声聞こえてるなら。ジェイドも来ちゃった。聞かれた言葉でぼやさら秘めた